はい、どうも、ゆうとです。今回ですけども、サムネとタイトルを見てもらったら分かる通り、この度僕、初めての活動を休止させてもらおうかなって思います。理由は、YouTube 界のトップのヒカキンさんが、初めて活動休止を以前したということで、トップが活動を休んだら、僕も自然と活動を休まなければいけないだろうという判断のもと、活動を初めて休止させてもらおうかなって思います。活動休止する期間は、今日から4月の最終日までです。5月1日からまた動画投稿を再開させてもらおうと思うので、そこまで待ってもらえたらなって思います。僕として初めての活動休止ということで不安はありますが、本当にすいませんでした。5月1日からまた動画投稿を頑張っていこうと思うので、それまでの期間活動休止をさせてもらおうかなって思います。本当に申し訳ございませんでした。